い、皆さんこんにちは。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2実況プレイの続きをやっていきたいと思います。マシンの裏ボスラスボスのオムノロレースと戦う前に巨大モンスターをスカウトして強いモンスターを作っていこうぜってことで巨大モンスターのスカウトを進めていましたね。密林のタイラントワーム、密林のタイラントワーム、これって見れないか、草原のウィングタイガー、雪山のブオーン、断崖のレティス、それぞれスカウトする動画を作って、まあタイラントワームしかスカウトは動画内に成功しなかったんですが、タイラントワームを押す、ブオーンを押す、どこだ、レティスメスで、ウィングタイガーメス、まあうまいこと性別もばらけたというのは嘘で、本当はメスが3体になっちゃったんですよ。巨大モンスター性別をちゃんと2体みたいにしないと4体配合ができないので、ちょっとブオーンを再度捕獲チャレンジしてました。でブオーンはまあ後でもう一回使うけど、まあ、いや、まずそれは後にして、タイラントワームとどうしようかな。じゃあレティスを混ぜますか。巨大モンスター、タイラントワームとレティスを配合してワニバーンを作ります。これレティスってどういうスキルなんだ、わかりにくいけど、どうせだからこのスキル残すか。でこれタイラントドアームじゃねえ、メスだ、バニバーンのメスなので、残り2体 の, あの配合をオスにしなきゃいけないんだけど、なるかな。ブオーンとどこだ、ウィングタイガーですね。ブオーンとウィングタイガー混ぜてギガンテスができる。どうせだからブオーンとウィングタイガー残しますか、スキル。どうしようか。ああ、2枠だから、2枠のモンスターだから4つスキルが取れる。こいつがオスになってくれないと困るんだけど、オスにならなかったらリセットします。なりませんでした。ちょっとリセットしますね。動画内で配合成功させるのは難しいな。本当はオスメス分けるのに、オスの杖、メスの杖っていう武器を装備して配合すると、子供の性別をうまいこと見分けできるというか、そういうのがあるんですけど、オスの杖とメスの杖今持ってないんだよね、まだ。まあ、説明はさっきしたから同じこと繰り返します。大丈夫、タイラントワームとレティス、あとスカウトする際にも確かそういうアイテム使えばスカウトする際に性別選択できるのかな。まあ、今回はスカウトは一応オスメス分けたから、子供の性別がうまくいかないといかんのでこっちがオスにならないといけないんですね。さっきのはメスになったからなんかミスるな、全然ダメだな。組み合わせ変えますか。多分テリー、あのドラクエのテリーのワンダーランドとかゆるるか、あと多分ジョーカー3とかだとうまいこと性別分けれるんじゃないかな。まあ、ジョーカー2内でも特定のアイテム、オスの杖、メスの杖を持たせて配合すれば子供の性別を見分けできるはずなんですが、確かオスの杖かメスの杖どっちかが特定のなんかミッションをこなしていく闘技場のあのイベントをこなさないといけないから、子供の性別を見分けするためのアイテムをゲットするのがすごい大変だった気がするんですよね。ちょっと4体配合で経由するモンスターを変えてみます。やっぱりメスができたので、もう片っぽの組み合わせはオスじゃないとダメなんだけど、
ブローンレティス。低いとりメスができたからこっちがオスにならなきゃいけないんだけど、なんでメスばっか出る？当たりセットだよ。性別ってオスメスに 50%50% 1対1の比率だったと思うから、こんなに片っぽでの性別が集中するってことはすごい珍しいと思うんですが、コインで言うと表が連続するみたいな感じだから、あんまり動画長くならないようにして、この4体配慮できるモンスターの作成まで、今度オスになった移すればなと考えていたんですが、間延びしてきたからちょっと怪しくなってきた。ブオンとレティスで、あれ違うバッファラン、こいつがメス、今度こっちがオスになったらいけないんですけど、バッファランメス出てくださいよ。オッケー。で、ちょっと一応、ジョーカー無印とジョーカープロフェッショナルで配合のあれが違ったりするから、一応ちゃんとできるか確認します。できますね。ヤマトの後ができます。で、確認したんで、配合まで間に合うかな。ちょっとモンスター入れ替えます。なんかメタルキングの仲間だった。150種類。手持ちのモンスターにいる方が経験値もらえる割合が大きくて、一番多いのがパーティーに入っている時で、その次に多いのがスタンバイ、一番少ないのが預かり所にいる時なので、機械モンスターに入れて経験値効率を異常化にして、遺跡近く魔界あたりでレベル上げをしましょう。モンスターの配合は最低でも10レベル以上にしなきゃいけないので、その状態で配合できないんですよね。一応、この4体配合で、ヤマタノオロチができてるか確認したから、あとはこいつらをレベル上げして、10レベル以上にすれば OK です。鳥系魔獣系自然系のモンスターだからレベルは早く上がると思うけど、バッファローがレベル上がるのせいかもしれないですね。レベル上げを始めた当初はギガント系モンスター仲間にしなかったんだけど、強力なモンスターの配合を目指しているうちに、なんとかギガント系最後強いですね。なるほど。スタンバイモンスターレベルアップ。この青い宝箱は毎回ランダムで中身が変わってメタルチェックとかコインとか手に入ったりするんで必要です。ヤマトノオロチが何の配合素材になるかちゃんと覚えてないけど、当然 SS ランクのモンスターだからそこからできるモンスターが強かったと思うんですが、何だったか忘れてしまった。で、他にブオーン、あの巨大モンスター、雪山の巨大モンスターのブオーンを使う配合として、ブオーンと鬼コンボで確か無道ができて、無道から何だっけ、ダークドレムとかその辺の強力モンスターが確か作れると思うんですが、そっちの配合ルートはもうちょっとお待ちください。鬼コンボって確か作るのちょいっとめんどくさくなった気がするんだよね。なんだっけ、あの、出現じゃなくて、ん
最初のエリアの密林か、密林に登場するトロル、ボストロールが配合するのが必要だった気がします。これ大丈夫か、アフロンがまだレベル上がってない、ちょっと待って、ギリギリ動画が長くなりすぎない程度でヤマトノオロチ配合まで動画なのに、あんまり動画長くなると困るから急ぎ足ですけど、グレーメタルが抜けるかどうか、どうでしょう。逃げました。多分バフロンがレベル上がったと思うんで大丈夫かな。グレーメタルをもし倒せれば経験値1万ぐらいもらえます、この戦闘で。 OK ですね。どうしよう、猛毒の息が必要だったからこっちを開けてしまった。で配合所行って、配合所、配合なの、ヤマタノオロチは特にその後の配合ルート決めてないから性別どっちともいいと思ってるけど、ヤマタノオロチと神竜王かなんかでできるんだっけ、なんか SS ランクモンスター今回のゲーム内で作るの初めてだから配合ルートしっかり覚えてないんですよね。ちょっと最初の子供のオスメスの性別合わせすごい時間かかって見分けができなかったからめんどくさいことになってましたが、ようやく作ります。あー、ヤマタノオロチっていうスキルがあるのか、誰か切らなきゃいけないな、スキル。スキル選択で適当です。対戦ガチ勢からするとちゃんと白いと言われそうですが、すげえ強そうなヤマタのオチができました。ヤマタにしようか、ヤマタを入りきりません、3枠なので。どうしよう、とりあえずこっち置いとく、いやこっち置いとく。でヤマタのオチができたわけですが、ちょっとステータスとか見ますか。いや、さっき見れたかもしれないけど。あー、これじゃねえ。3枠なのでね。まあ、ステータスは、配合元の子供のレベルをちゃんと上げてなかったから低いですよ。多分、かなり高くなると思います。まあ、レティス、ブオン、ウィングタイガー、タイラントアムの 4体の巨大モンスターを配合して、このようになりましたね。他目をつくところはないかな。まあ、こんな感じで、もう一体巨大モンスターの、海岸エリアのオセアノがいたと思うんで、そいつのスカウトやって、まあ、あとなんか強いモンスター配合とかしつつ、真の裏ボスのオムドロ列戦に臨みたいと思います。ちょっとそれまでもうちょびっと寄り道するかもしれません。あと真珠イベントですね、スペリオ関係のイベント、あの鏡のイベントですね、あれも進めるかもしれませんが、また次回も見てくれると嬉しいです。ではまた、では今回はここで終わります。サンキューウォッチングマイビデオ。See you next time. バイバイ。また次回よろしくお願いします。